マイバスケットの2021年度版の牛肉好き野球丼鍋買ってみた。値段は398円の30%引き、マイナス120円、税込み300円で購入。9時頃行ったら3割引きに遭遇できた。乳酸菌入りスープということは、昨年の乳酸菌入り牛肉 月焼きうどん鍋と同じスープなのかな調理は汁の比率がやや少ないかな食べた感想うどん多いスープの味は甘さがあまりしつこくはない牛肉はみみとは言えないけど安価な肉と考えるとそれなりに良い筋が噛み切れなかったりもしない白菜は適度 人参もスライスなので、問題なく熱は通る。玉ねぎと長ネギのスライスは少なめ、水菜の葉はほとんどなく茎のようなものが目立っていた。小さな豆腐が1個は食べ応えが弱い。キノコ類はないのが少し残念。キノコ追加して豆腐もう少し大きければ嬉しいのですけど。 牛肉すき焼きうどん鍋の味は、これが割引で300円で買えたらコスパは良い。炭水化物 47.7g は、すき焼きのタレも砂糖使ってますし、具にうどんが結構あるため仕方ないか。鍋料理で、すき焼きだと、どうしても甘さで炭水化物量が多くなるのはネック。 ただ一般的な鍋料理だと、すき焼きが一番美味しいと思うのでなかなか糖質制限考えると悩ましい問題です。